ャリーアップ。皆さんこんばんは、石原かおりです。この番組は私石原かおりがラジオパーソナリティとしてスキルアップ、リスナーの皆さんと一緒に経験を積み重ねていくエクスペリエンスラジオです。ということでリリースイベントが全部終わりました。皆さん来てくれてありがとうございました。今回は東京、大阪、名古屋の3カ所でね、やらせていただいたんですけど、カッチカッチぶつけちゃってるわけよ。リリーベ自体は割と久々で、前回去年のライブスターキャストのブルーレイ以来なので、その時って多分大阪名古屋行ってないはずなんですよ、私の記憶が正しければ。ということで大阪名古屋は1年ぶりに行かせていただいて、本当にね楽しかったですよ。ファンの皆さんもやっぱりこう大阪とか名古屋とかなってくると、僕の地元なんですって言ってくださる方も多かったりもするので、こうなんかもちろんその他から来てくださった皆さんもそうですし、現地の皆さんとも触れ合えたなっていう風に思いますね。東京はですね、東京でまた4回あったので、1日なんですけど1日4公演あったので、いろんな方と久々にお話できて、なんかあみんなこの数年とか1年とか半年とかで、あちょっとずつまた変わってんだななんていう風にね思って聞いていました。本当に本当にありがとうございます。私はねちなみに参り大阪の前にねしてて、京都にちょっとだけ寄ったりとかもして、割となんかこう充実、旅行プラス仕事みたいな、なんかそんな感じで楽しませていただいて、実質京都はね5時間ぐらいしか入れてないんですけども、京都自体はすっごく好きなので、なんか今年も来れたぞみたいな感じがしましたし、12月には都プレミアムもあって、また京都に行けるので、その下見みたいな感じをさせていただきました。なんかそんな感じですごくね楽しい9月上旬だったなっていう風に思います。それでは始めていきましょう。エンディングまでキャリーアップ。思い切ってみよう、石原かおりのキャリーアップ。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りします。改めましてこんばんは、石原かおりです。まずは皆さんから届いたメールを読みます。こちらはラジオネームうどんつるぎさんからです。ありがとうございます。かおりちゃんこんにちは。こんにちは。パラグライダーのリリースイベントお疲れ様です。私はポニーキャニオンさん会場の会に参加してきました。直接お渡し会参加は久々で、改めてかおりちゃんの小柄さと可愛らしさを感じました。芋掘りだけでなく栗拾いもできると楽しいですね。さてそんな香里ちゃんの姿をしっかりと見届けるべく、昨年末にコンタクトレンズデビューをしました。それまでは仕事も日常生活もメガネでしたが、使い始めて8ヶ月、付け外しには慣れてきたものの、未だに着用中にずれると位置を直すのが下手っぴで苦戦してしまいます。実を言うとパラグライダーのリリーベでも開演直前に右目がずれ、結局直せなかったので外してメガネに戻りました。香里ちゃんはお仕事の本番中などの大事な場面でコンタクトがずれることはありますか？上手に直せる方法をご存知なら伺ってみたいです、とのことです。ありがとうございます。大変だ、コンタクト。今はずれることほぼほぼてかほとんどない。ほぼないかな、ずれることは。でも過去にそのいつかな、2009年ぐらい8年ぐらいの事務所のライブをやっている時ぐらいは結構コンタクトが外れちゃうってことが多くって、それを相談しに行ったんですよ。なので外れちゃって片目が、で真正面にファンの皆さんいたんだけど全く見えないみたいな状態になっちゃって、それが困ったので、それ直したくて行ったら、どうやら私はねその眼球のカーブが人よりもきつい、
キュッてなってるんですよ。だからいわゆるその平均的なカーブのレンズを当てると、まばたきと同時にその隙間があるからめくれて外れちゃうみたいなことがあったので、もしかしたらそういうカーブ数が違くてダメなのかも、てかずれちゃいやすいのかもしれないっていうのはあるかもしれないですね。で、私は目の先生ではないのでちょっと絶対そうだよとは言えないんですけど、それをきっかけにメガネじゃなくコンタクト変えたらバッチリハマるようになって、ずれるってことはほぼほぼなくなって、でもそのカーブがさ、そのやっぱ人よりちょっとマニアックってかあんまない人だから、そのきつめよりだから、なんかこういつもコンタクトレンズ屋さんに行くと、石原さんのカーブのあれはですね、ちょっと取り寄せしないとないのでって言われるの。だから、ギリギリの枚数で、そのコンタクトをもう一回買いに行こうって思うと、しばらく手に入んなかったりとかするのがちょっとめんどくさいので、もしね、検査して違ったなとかなったら、早めに行動して、自分の度数をね、取り寄せておくのがね、重要だなっていうふうに思いました。今後ね、ちょっと良くなったらいいなというふうに思います。ではでは続きまして、ラジオネームみゆいちゃんからです。ありがとうございます。かおりちゃん、こんばんは。こんばんは。パラグライダーリリースイベントに参加してきました。お話し会で私がポケモンスリーブやってると聞いたところ、あ、スリープだ、ポケモンスリープやってると聞いたところ、かおりちゃんはポケモン GO みたいなのとアプリを知らなくて驚きました。ポケモンスリープとは睡眠時間などを計測しながらポケモンを集めるアプリです。かおりちゃんは睡眠の質が良さそうなのと寝言を録音してくれていたりするので、ラジオのネタにでもいいのでやってみてほしいです。前にライトルーティンで寝るときにヒーリングアプリを使っていると言っていたので、同時には使えないので難しそうですが、ぜひ検討してくださいとのことで、まあこれ覚えてるんですよ、東京の回だよね、言ってくれて本当に分かんなかったの。私アプリとかもう全然わかんないし、流行も割とゲーム外のことに関しても、まあ、ほぼほぼ知らないっていうかよくわかってなくって、そんなのあるんだぐらいに思ってね、聞いて調べてみたんです、終わった後。したら、まあ、確かにこのね睡眠のやつだっていうのがわかったから、あ、自分にもできそうって思って、で、まあ、そこから1週間弱やってみました、言われたので。そう、偉くない、やりましたよ。そう、どんなもんでやってみて、睡眠の質がいいのかどうかはちょっと実は分かってないんだけど、そのやったことある方は分かると思うんですけど、寝た時にね、その人のなんか睡眠のタイプみたいなのが3つぐらいに分かれるんですよ。で、私どんだけ頑張っても絶対ぐっすりタイプっていう、多分一番よく寝ているタイプの人で、でそのタイプを、その3つのタイプによって何のタイプのポケモン、例えば草タイプとかそういうのがどこにかに分類するんだけど、そこのポケモンが出てくるみたいな。で、私はいつもその電気と石、石つぶてて石か岩か、岩タイプと、そこら辺のしかずっと同じぐっすりしかなんないから、3つの種類をぐる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 回っていて、ピチューがねもうね 3,4 回出てくるんですよ。1回捕まえたんですけど、もうその後は可愛いけど違うポケモンが欲しいと思って、で今朝ねやったら初めてスヤスヤかな、ウトウトどっちかわかんないんですけど、草タイプが出るやつになって、チコリータが出てきてね、捕まえました。チコリータ超好きだから、それをねゲットして、今なんかタッチして餌もらったりとかして、今のところ意外とハマっているのと、なんかこうやること多くないから、カビゴにあと朝昼晩のご飯あげればいいだけだから、私にはまだ最適だなっていう風に思います。寝言ね取られてない、私知らなかったもん寝言機能あるの。さっき聞いたら寝言が取られたら出てくるんだって、寝言1とかなんか、でも取ってないし、よくよく考えると私寝た時と起きた時の体勢一緒だから、結構微動だにしてないタイプなんだろうなっていうふうに思いました。まあ、ちょっとねどこまで続けられるか飽き性なんでわかんないんですけど、しばらくポケモンスリープと共にいい睡眠を送れたらなっていうふうに思います。はい、ということでこの番組では皆さんからの普通とお待ちしております。私に聞いてみたいこと、話したいこと、何でも送ってください。ではではここで1曲、石原香織でパラグライダー。
続いてはこちら、キャリスルキャリスル、すなわち成し遂げること。私がさまざまなあれこれをアットランダムにキャリスルしていきます。今回はこれです。キャリークッキングスタジオ。何気ない食材の組み合わせで新たなグルメを開拓するのがこの企画。今回のテーマはアスパラガスです。今日はですね、冷凍ですぐね食べれるこちらのアスパラガス、切られた状態のやつをね使って作っていきますよ。便利ね、最近の野菜って本当にいいよね。かおりちゃんは最近アスパラガス何で食べた？串カツでアスパラガスを食べましたね。美味しいですね、あれは本当に美味しい。天才だと思いました、あれを作った人。そちらをね、そう、ただね長いからほんと噛み切れないんでね、あれどこまで行こうみたいになるのがちょっと考えてほしいなって思いますけどね。見栄えは最高ですよね、やっぱ長いとね。そんな感じでアスパラガス大好きなので楽しみです。ちなみにアスパラガスに含まれるアスパラギン酸には疲労回復効果があるらしいですよって初めて聞いた、このギン、アスパラガスギン酸、桜エビ、ゼラチン、え、入ってん、アスパラガスって言ってんのに。すごい、でもこれが一番入ってるってことなのかな、どうなんだろうね、ちょっとわかんないけど、疲労回復だって。アスパラギン酸、もう一生忘れない気がするこの名前。絶対忘れるって言われた。まあ、確かにね、すぐあの一回と消えていくタイプですからね。じゃあ今日はこのアスパラギン酸をこのネオグルメからね吸収しようと思いますからね、楽しみですね。それではクッキングスタート。アスパラガスのリサーチレシピその1、アスパラ巻き巻き、メールを紹介します。ラジオネームポッカさんからです。ありがとうございます。石原さんこんばんは。こんばんは。アスパラガスのネオグルメということですが、アスパラといえばやはりアスパラベーコンが浮かびませんか？わかる。細長いから何か巻きたくなりますよね。そこでアスパラに平べったそうなものを巻いたアスパラ巻き巻きレシピを考えました。スライスチーズ、海苔、ライスペーパーを交互に巻いていって完成です。チーズと海苔に味がついているのでそのまま食べても大丈夫だと、あ、そのまま食べても大丈夫だと思います。結果全然言えなかった。なるほど、確かにこれはありそうでなかった気がする。なんかライスペーパー流行ってると思うの最近。でもなんか生春巻きのイメージだから、それ以外作ろうと思ったことなかったから、これはいいレシピ、予感。さあ私は何を思っているでしょうか。全然見えない、すごくない、この消え方面白い。じゃあこれに、いや、スプーンでお水で濡らしていきます。濡らさないと食べれないから、こうして、よいしょ。だってさ、今これにさ、ヨーグルトとかパルテノみたいなさ、ああいうチーズ、なんかちょっとトロッとしたヨーグルト入れてさ、少しさ、なんかこうジャムみたいな入れて大福みたいに食べてるやつとかあるよ。ダイエットレシピ、ダイエットレシピみたいな、ダイエットレシピって。今日全然言えないんだけど大丈夫か。もうちょっとだけ浸して、お、いい感じ。これ作ってる間にいけそうな気がする。これ1枚使うの多いのかな。一回行ってみよっか。だって味付けこれですって言ってたもんね。わー、味のり大好き、ほんと嬉しい。私小学生の時、のり普通だなと思ってた、食べ物の中で普通ランク、自分の中のランク、好き、そう、好きランキング、普通、嫌いでもないと思ってた。でも味付けのり食べたら、この世にこんな美味しい海苔があったんだってすごい思った。そっから大好きになった。ということで巻いていきましょう。あ、すっかりね、しっとしっとになっていい感じで、こうして、あ、巻き方って言ったか、巻いた。うん、あのなんかね、タイ料理のね、難しい、タイ料理のね、なんかビュッフェみたいなのがあって、そこで作れたから食べた。あ、ってことで来ました。すごい、チーズ、
チーズーとね、だから何ライスペーパーが一体化されすぎて負けてんのか私もちょっと。でもいけてますねこれは。アスパラ消えました。あ、見えた見えた、あ、よかった。ということで早速いただこうと思います。いただきます。うんうん、うまっ、全部出た。うん、うん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 、美味しいね。ちょっと、ちょっと、カットでカットで。ちょっと、うん、わあ。それでは評価のお時間に参ろうと思います。ポッカさんご提案のリサーチグルメアスパラ巻き巻きは欲しい、わどうしよう、あー5! うまっ、うまーって感じ。ほんと美味しい。あのね、最初やっぱライスペーパーって別に特段味がするわけじゃないから味しないなって一瞬思ったんだけど、この後から追い打ちをかけるチーズ、そして何もやっぱりこう私の人生を変えた味付け海苔が が急にね、すっごい味をね、深みがふわって広がるの。なんでこんな美味しいんだって思うぐらい美味しかったから、これ全員美味しい。ほんと全部美味しい。アスパラはね、まあ食感かな。あのね、まあでも思うの、私やっぱね、あの乳製品と海苔とライスしかなくて栄養が偏ってると、もアスパラないと、アスパラが入ることでアスパラギン酸が来るから、あの体にいいなってすごいね、口の中で感じれるから、アスパラはないとダメだよね。ということで星5でした。うわー、すごい。これね、私お酒飲まないか分かんないんだけど、お酒飲む人好きなんじゃないかしらって想像した。うん、良さそう。ということで、じゃあ次のリサーチレシピに行きたいと思います。リサーチレシピその2、アスパラ、あ、ちくわアスパラ。メールを紹介します。ラジオネームチンジャーロースさんからです。ありがとうございます。ケリさんこんにちは。こんにちは。今回のおすすめですが、ちくわアスパラです、以前ちくわトップを提案したことはありますが、今こそリトライの時です。アスパラとキュウリ、なんだか形も似ていますし、今度こそ美味しい一品になるはず。個人的にはアスパラガスの硬さが噛み応えあって、なかなか悪くなかったように思います。本日箸休めにおつまみとして一ついかがでしょうか、ということで、これはもうやった人の感想ですね。おー、ということで作っていきましょう。どうなるのかしら。ん？ちくわね、なんか絶対募集かけると百発百中いるらしいんだよね。どんだけちくわみんな好きなんだっていう。世の中の人全員ちくわ好き説出てきちゃってるから、今のところ。そうだ、埋めたいのか、この穴をね。キャリアップリスナー全員ちくわ好き説。これはちょっとやばい。トッポの時よりね、このアスパラが硬くないから、やばい、これはもう一本でいくしかない。入りませんでした。ということで完成です。では早速いただきましょう。いただきます。うん、うんうん。ということで評価のお時間に参ろうと思います。チンジャーロースさんご提案のリサーチグルメちくわアスパラは星 4.5 です。いや、うまかったっす、本当に。やっぱあのちくわのさ、このなんとも言えないさ、魚介の美味しさとさ、塩味がさ、もう抜群だよね。やっぱこういう野菜と合わせるとちくわの良さがもう引き立たれるなって、引き立つなってすごい思いました。なので 4.5。 うーん、そう、結果ね、しょっぱめのままだったら何でも合うなって。トップの時どうだったっけ、微妙って言ったんだっけ。
うん、甘くなきゃいいんだろうなきっとね。いやでもすっごい美味しかったですよ。これはもう手軽にできていいおつまみになったんじゃないかなっていうふうに思います。すごいね今日は。ではラスト、アスパラガスのリサーチレシピその3、アスパラヤンヤン、メールを紹介します。ラジオネーム M かっこかりさんからです。ありがとうございます。石原さんこんにちは。自分の考えたネオグルメはアスパラヤンヤンです。用意するものは茹でたアスパラとヤンヤンつけ棒と塩。ヤンヤンつけ棒のチョコの部分に塩を振ったらアスパラを絡めて食べるだけ。しょっぱさと甘さと食物繊維は食物繊維のハーモニーですよ。お試しあれとのことです。ありがとうございます。うわここに来て甘いもととくっつけようっていう人が現れましたけれども、さてさて、てかヤンヤンつけ棒がすごい久しぶりだわ私。ある、楽しみですね。これがどんな風に変化するか実際に作ってみます。ちょっとね硬さがあるやつがいいと思うね。でもこのふさふさの部分が美味しいんだよね。だからこのふさふさをつけます。あ、ちょっとほじくってみていいですか。あ、いけた。この茎の方でシュッ取れました。へえ、そんでもってこちらの塩、よし、そうだね、気をつけよう。ちょっとジョリジョリジョリって言っちゃったのがちょっと気になりますね。ちょっと一回、全然外れなかったんでこちらのままで行こうと思います。では早速いただきます。なるほどなるほど、わかりました。今の一口でわかりました。ということで評価のお時間に参ろうと思います。 M かっこかりさんご提案のリサーチグルメアスパラヤンヤンは星2です。なんか絶対合わないわけでもないけど、あのね、アスパラがいなくなっちゃったつけて食べた、チョコ味になっちゃったから、これもネオグルメなのかなって考えて2、正当な理由ですね。だからでも、もう世の中にこのチョコレートとアスパラのこれしか食べ物ないよって言ったらこの組み合わせはするかなって食べれなくないよっていう感じ。はい、ということで本日のクッキング終了。アスパラガスのネオグルメ皆さんいかがだったでしょうか。やっぱりね、私的にはあのチーズと海苔とライスペーパーのアスパラ巻き巻きが個人的にはお腹にもたまるしいいんじゃないかなっていうふうに思いました。では次回のテーマを発表します。次回は紅茶ストレートでネオグルメということですね。何で来るんだ。紅茶って結構幅広いから飲み物のネオグルメが来るかもしんないし、食べ物のネオグルメが来るかもしんないし、非常に楽しみだなっていうふうに思います。ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。このコーナーでは皆さんから私にリサーチしてほしい調査依頼を募集しています。真実探してキャリースルー。以上キャリースルーでした。石原香里のキャリーアップ。続いてはキャリーフォメーション。今週の情報はこちら。いよいよ本日最終話を迎えるテレビアニメ夢見る男子は現実主義者、オープニング主題歌パラグライダーが現在 CD 発売中、各音楽配信サイトでも配信中です。カップリング曲 To My Dear と合わせて聴いてみてください。最後にファンクラブ情報です。石原かおりのファンクラブハンドインハンドでは楽しいコンテンツが随時更新されています。あなたのご入会をお待ちしております。以上キャリーフォメーションでした。遠い空の下今日もそっと思い出す。お送りしてきました石原かおりのキャリーアップ、エンディングのお時間です。
いやライスペーパーのさ可能性がさなんかやっぱ最近話題になってると思うのよ、ネットで見てても。だから多分私のさその YouTube とかインスタとかでライスペーパーで調理してる人の見てるからさ、毎日何かしら上がってくるので、今回のそのチーズ海苔アスパラはね、そこに入ってもいいレベルに美味しかったから、さも私が作った感じでちょっと投稿してみようかなって思って本当にすっごい美味しかった。ただそのアスパラじゃなくても合うのかなってちょっと思ったりもしたから、無限に広がるなって思いましたね今回のレシピは。すごい良かった、また食べたいし、なんかうちは絶対ないけど誰かがお友達とかお家に来たら作ってパパパって出すのも最適だなっていうのを思ったんで、なんかそういうことやる友達あんまいないけどちょっと伝えとこうかなっていう。あ、そうそうそう、ホームパーティーやる人ぜひやった方がいいんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、じゃあ今日のステッカープレゼントを発表します。こちらはラジオネームみゆいちゃんです。ありがとうございます。はおり、あ、間違えちゃった、メールまた読もうとしちゃった。こちらの方はね、あのポケモンスリープをね、私に紹介してくれた方ですね。今のところね続いているので、また続けていたらですね、どこかしらでお知らせしようかなっていうふうに思います。ステッカー届くの楽しみにしててください。この番組ではリスナーの皆さんからメールを募集しています。ふつおた、ケリスル、あてまでいつでもどうぞ。詳しいコーナー情報は石原かわりオフィシャルサイトのラジオをチェックしてみてください。メールアドレスはキャリーアットマーク joqr.net です。ノベルティのステッカーをご希望される方は送り先の住所とお名前を忘れずに書いてくださいね。また YouTube の文化放送 A&G チャンネルではこの番組のアーカイブが配信されています。毎週水曜日のお昼12時更新です。何度でもアクセスして私に会いに来てくださいね。ではでは、石原かおりのキャリーアップ、ここまでのお相手は石原かおりでした。また来週もレッツキャリーアップ、バイバイ。石原かおりのキャリーアップ、この番組はポニーキャニオンの提供でお送りしました。